ネバネバ役ネバウィープロミス黒です。というわけで本日も始まりました、面白い作品をより面白くするための考察チャンネルのお時間でございます。もうすぐ第五人格と役ネバコラボということで、やっとチュートリアル終わりました。ちゃっかりやってます。というわけで本日第6話が放送になったということで、原作との違いだったりアニメでのあの設定何だったのっていうのを僕なりに解説させていただきます。以前こちらオープニングテーマの映像を考察した時にも、エマとレイが映っていたところ、右側がスペースが空いてるよねっていう話をその時もしていて、そこにノーマンが加わりました。前回の時はですね、ノーマンがこう登場して、あ、ノーマン生きてたんだっていう風になったわけなんですが、そこからですね、やっぱりノーマンが登場したということで、そこにノーマンが加わっておりました。そして他の場面もですね、今回登場したノーマン、シスロ、バーバラ、ヴィンセントなんかもオープニングテーマに加わっておりました。やっぱりあの余白はこの登場のために開けてあったんだなっていうことになります。今回のノーマンとの再会は原作で言うと14巻部分になるんですね。今までも言われてたように、結構アニメで見てるとパッパパッパこう進んでいるので、わりかしすぐ会えた感はちょっと出てしまうんですが、実際あそこも時が経ってます。そして原作はもうちょっとね、さらにゴールディーポンド編だったり、近くの農園で薬を取りに行くだったり、そこで出会った人たちとアジトへ行くとか、そういう流れがいろいろあってからのこの再会なので、原作で見るとね、今回のあの再会の場面っていうのはめちゃくちゃ感動するポイントの一つになります。今回もね、やっぱりまあいいシーンではあるんですけども、原作でその時の流れを経てからのね、やっぱ再会だとね、めちゃくちゃ感動したんですが、今回は体感的な温度感というか、内容の薄さというか、そういった部分であまりね、感動が感じられないようなちょっと部分になっておりました。アニメではノーマンの姿もほぼほぼエマとレイと同じようなね、見た目な感じなんですが、原作だとノーマンたち、今回出てきたご一行っていうのはもう少し大人びてるような姿をしてます。だから原作で見るノーマンはもうちょっとね、肩幅が広くなってるような感じです。だから最初原作でね、ノーマンが登場した時にはあまりにもね、ちょっと大人びた風貌になったので、これは本当にノーマンなのかノーマンじゃないのかっていう問題が出たぐらい、ルックスがねちょっと変わってるような感じになります。ノーマンは出荷されたと思いきや、原作の方でもアニメの方でもえっていう感じで場面が切り替わっていたので、ノーマンがその後どうなったのかっていうのは描かれていなかったんですよね。実際原作だとそのゴールディーポンド編っていう、そのカットされてしまった部分の進行してる状況の時にノーマンが生きているっていう部分が描かれるんですね。そこでノーマンは別の農園に送られてるってことはわかるので、だからこそいつかエマとレイと再会するのが訪れるんじゃないかっていうのは待ちわびてたわけですね。でそっから時が経ち、14巻でやっと再会ができたっていう感じの流れになります。ここでレイがノーマンのことをバシって殴って、ひどいな、挨拶もなしに報復か、いいもの見れただろっていう風にノーマンが言って、それに対してレイは、あー、おかげでな、生きててよかったっていう風に言うんですけども、ここめちゃくちゃいいシーンなんですね。レイがマッチで火をつけて自分に火を放とうとした時に、エマがですね、そのマッチをパチってキャッチして、ノーマンからの伝言っていう風に言って、ここじゃなくてもまだ死ねる、いいもの見せてやるから黙って来いっていう伝言をね、レイに伝えていたんですよね。そこの回収が今回この14巻で行われたことになります。ノーマンが送られていた農園はラムダ7214っていう農園。この農園はどんな農園かというと、簡単に言うとすごいいい農をですね、もっと簡単に効率よく作れる実験をなんか行うような、そういうイメージの農園ですね。ノーマンはそこでテストを受けさせられていたと。でノーマンと一緒にいたのがシスロ、バーバラ、ヴィンセント、ザジっていうね、キャラクターになります。ノーマンはミネルヴァの支援者の力を借りてラムダを壊して出てきたんだっていう風に言ってたんですが、ここで助けてくれたのがスミーというキャラクター。このスミーっていうのは以前シスタークローネにペンをね、あえて拾わせた人物がこのスミーになります。そしてノーマンは鬼を退化する薬を作り出したと。ここで鬼に対しての秘密が明かされます。鬼はですね、人間をなぜ食べるかというと、人間を食べないと体の状態っていうのが維持できなくなってしまうということが明らかになりました。そして鬼はそれこそ食べるものによって姿形を変えると。彼らは食べることで進化する、食べたものの遺伝子を取り込み、その形質を受け継ぐのだと原作で書かれております。虫を食べては虫のような何かに、魚を食べては魚のような何かになっていくと。で人を食べた鬼は言葉やね、文化を獲得した、ああいった鬼たちですね。だからですね、ノーマンは鬼の集落というか町があったと思うんですけども、そこのね、鬼を退化するぐらいの力というか、いつでもできるような状態っていうことですね。だから今までのノーマン、優しかったノーマンよりかは時が経ち冷酷なノーマンみたいな感じにちょっと考え方はなっております。エマは言ったよね、変えようよ世界って、だから僕もそうしたいっていう風に言うんですけども、エマの心は揺れ動くわけですね。ムジカやソンジュのように助けてくれた鬼もいた。そして鬼も鬼なりに生きるために人間を食べなければならない。そして人間もね、生きるためにいろんな命をいただくっていうことで、エマはどっちの立場としてもこう考
考えてね、ノーマンのそういった鬼を滅ぼそうっていうこの思想には完全に同意できるわけではないような雰囲気を出してました。そしてノーマンはネバーランドはもう終わり、この世界に僕たちみんなの楽園を築こうというわけなんですね。ここでノーマンが言ったネバーランドっていう言葉は大人になれない世界、ここにルビが振られてネバーランドっていう表記になってます。そしてジャケツの神殿の何やらね、見晴らし台みたいなところでエマとレイがね会話をするんですけども、レイはやはりエマのそういう気持ちをお見通しというか分かってるような感じですね。本当に良かった、ノーマンの鬼を退治する作戦、あれ本当は嫌なんじゃね。そしてエマは本心を言うわけですね。私鬼を殺したくないと。エマは鬼たちにも名前があって考えがあって、私たちのね同じ家族や友達もいると、だから鬼と私たち何が違うんだろうってっていう風な考え方にエマはなってるわけですね。どうしようレイ、私どうすればいいかわからないと。レイも俺もわからんと、もうどうしようもないんじゃねと。解決策はない、アドバイスはない、すぐ本音出てきたじゃんと。埋めるなら何があろうと墓場まで隠し通せよ、諦めきれないんだろっていう風にアドバイスというか助言をねエマにレイはするわけですね。納得しねえならとことん向き合った方がいいと。でもう一回まっさらに考えてみ、エマお前は何がしたいと。それに対してエマは絶滅は嫌、争わない道を探したいっていう風な方向性になっていくわけです。ただそんな中でノーマンが言っていたことに対して疑問が浮かび上がってくるわけですよね。ムジカとソンジュ、二人は宗教上の理由で人間を食べていないっていう風に言っていましたけれども、退化をせずに人語を話し、あの姿形を形成したままだと。だから人間を食べていなくても形を保てるような鬼もいるんじゃないかっていうね考え方が出てくるわけですね。だからこそレイはあの二人が嘘をついているのか、もしくはソンジュとムジカは人を食わなくても人の姿と知能を保持できる例外なんじゃないかっていう風に考えるわけですね。だからこそねそういったこともノーマンに話しに行こうと。そしてノーマンのねいる場所へ向かうわけなんですけども、そこで出てきたのがシスロとバーバラとヴィンセントっていうキャラクターになります。ちょっと前にね僕煙突町のプペルっていう映画を見たんですけども、そこでバーバラとめちゃめちゃ似てるキャラクターが出てきました。そしてこのラムダ組はラムダの農園でノーマンに助けてもらわなかったら確実に死んでいたと。そしてラムダではたくさんね子供たちが殺されたり、地獄っていう言葉も生ぬるいくらい毎日様々なね地獄のような実験を行われてきた。だからこそね鬼に対しての憎しみ、復讐心っていうのはより一層強くて、早く奴らを皆殺しにしてと憎しみが強いようなメンバーっていうことがこのね会話でわかります。ただエマはそれを聞いていて共感ができないからねバーバラに言われるわけですね。何その顔、嬉しくないの、食用時のくせにまさか鬼を殺したくないとか思ってるわけ、ノーマンに会いに来たのもそんなヘド話で計画変えてとかじゃねえよな、鬼は退治すべき化け物だろっていう風に情緒が不安定になり暴れ出しそうになると。バーバラねこうやって感情をむき出しに言ったわけですけれども、むき出しにしなかったヴィンセントやシスロもバーバラと同じような気持ちだよと。だからもう鬼を完全に抹殺したいラムダ組、そしてエマは共存したい、いろんなこの関係性が今渦巻いてるような状態になってるわけですね。ただこのラムダ組が受けた苦しみっていうのも間違いなく本物で、お互いの正義をこう貫こうとすることが戦争なんだろうなっていう風にレイは言ってるわけですね。だからまさにねパラディ島とマーレのそれぞれの正義のぶつかり合いという進撃の巨人のあの感じの、お互いがお互いの正義に向かってやってるわけなので、まあやっぱそういうことがね戦争だということですね。そしてエマとレイはノーマンに言うわけですね。ムジカとソンジュのような人間を食べなくても退化しない鬼がいたっていうこと、それを聞いたノーマンは驚くわけですよね。そしてジャケツの少女はまだ生きていたのかっていう風な言葉を残して今回の第6話を終わりました。そのノーマンの計画にちょっとね支障が出そうな雰囲気が出てきました。思い返せば子供がアジトにしていた建物っていうのもジャケツの神殿っていう風に呼ばれておりました。そのジャケツが今後どのような感じで物語に繋がってくるのか、ここに注目して今後見ていただければと思います。結構ねコメント欄でも原作勢の方がいろんなコメントを残してるのを見て、そっから原作を買ったよっていう方も結構多いので、皆さんが残してくれるコメントっていうのは確実にねアニメ派の皆様とかまだ見てない人に影響を与えるものだと思うので、ぜひね皆様何の魅力とかもありましたら下のコメント欄でコメントいただければと思います。というわけで本日の動画いかがだったでしょうか。僕のチャンネルでは面白い作品をより面白く狭く深く追求するチャンネルとなっております。第1章約束のネバーランド、第2章呪術廻戦の動画過去めちゃくちゃ上げておりますので、固定コメントに関連動画載せておきます。というわけで考察が好きな皆様は高評価コメント、そして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。考察最高では。